バーンブレイバーン、第3の横暮らしブレイバーンに拒絶され昇進のスミスは、階段での無の症状である。敵に関係しているのではと疑うが、行く先のない症状を放っておけたクマスミス。一方、イサリオムヤンブレイバーンに乗せられたショックからコピットに引きこもる。そんな状況の中、生き残った各国軍はブレイバーンを監督した国籍任務部隊 ATF を結成し、世界を解放する戦いに赴く。だが、ATF の要となる航空母艦には不穏な旅立ちもいつつあった。拷問したことのフォローを次回予告中にするな。くそー、こんな予告されたら拷問役のおっさん嫌いになれねえじゃねえか。長さんにやってもらったのは素晴らしい判断だな。なんかノリがビーストウォーズみたいだ。長さんのせいで。長さんまだ出番ありそうで嬉しい。庭で CIA の尋問おじさんに憎しみが湧いたんだけど、おじさんこのままレギュラー化するの？なんか一回味噌にしてもらわないとちょっと飲み込みづらいな。イサミみたいに向くとか。仕事は冷酷にできるおちゃらけたおっさんだからまだ何か出番あるだろうとは思ってたけど、予告もヘラヘラした感じがしてよい。仕事なら仕方ないよね。きっとオフの時は気さくな良き隣人なんだろう。次週以降長さんのキャラがマブダチムーブしてきたら絶対笑う。何気に次回予告の BGM が無駄にかっこよくて好き。この BGM もブレイバーンが流してるような気がしてきて、完全にこの作品に使ってる。冒頭からブレイバーンに拒絶され昇進のスミスで草。スミスが順調にボーイミーツガールしてるのな。イサミは、頑張れ。スミスがずっと良いやつだな。ショックを受けても誰かに八つ当たりしたりしないし、敵に関係しているかもしれない行く当てのない症状をかくまうし。イサミにやりすぎな尋問を行っていたことを知っているからこそ、ルイスは軍を信用できずルルをかくまう選択をしたのだろうか。昇進のスミスには申し訳ないが、やっぱりロボストーカーより美少女のが羨ましいよ。この予告画像だとスミスが憔悴しきってるんだけど何があったんだろうか。まあ憧れのブレイバーンに拒絶というか生理的に無理って言われたせいじゃねえかな。スミスさん、振られたせいでやつれたか、そうか。敬礼はかっこいいけど絶対ろくなシーンじゃなさそうと思ってしまう。あとイサミ、まだ全裸なんだ。イサミさんまだ裸だったんすか。背面で笑いを取りに来る。哀愁漂う背中と尻。こんなにも哀愁漂う男の背中他にある？かわいそうなのに面白いのずるい。サービスカット助かる。予告のアドリブ感がまたノスタルジーを誘う。前回に続いて全裸のイサミ。まだ裸なの笑う。まさか前回からずっとあの格好のままなのイサミ？一週間経ってもマッパのイサ逆。ブレイバーンモデルの体重スーツ着るまでマッパだかすか。次回まで主人公24歳自衛官が全裸待機するアニメ。次は美女と全裸体育座りで始まるのか。ルルちゃんのスーツは脱げてないし、何かあるんだろうねブレイバーンが。次の回もイサミの裸が拝めるのか、ありがてえ。完全に心を閉ざしてるイサミ。一周回って最後には落ち着きそう。イサミに服を用意してあげて。イサミ、ブレイバーンの中に引きこもったまま？外出たらまた肉体尋問されるかも、となったら外出たくないのかも。というかあらすじからしてやっぱりイサミの意思は関係なくブレイバーンと各国軍で話が進みすぎている。ブレイバーンの強化に必要な人員であるイサミがショックで引きこもってんのに、ブレイバーンを中心とした作戦が世界救済のために練られてんの。人見ごくうすぎる権利が無視されている。でもブレイバーンしか対抗手段はないので、ことをその方向に進めざるを得ないのはそう。マジでただの生体ユニット扱いである。ほのかさん何見て惚れ惚れしてるんですかね。やたらうっとりしてる彼女は人間の持つ無限の可能性を見出しつつ、ロボと野郎の関係に燃えてる可能性多分違う。お前も走るんかい。訓練にしれっと参加するブレイバーンさん。一緒にトレーニングするブレイバーンで笑う。危なくない？なんかさらに背後に TS も混じってるしいいのか。ロボが走り込み視点のトップを狙え、すぎる。次回水中戦か。ブレイバーン、水中戦闘の場合はマスクオンすんのね。イサミまた服着れないまま戦わされるってマジ？もはや引きこもるほど壊れたけど戦う時は復活してるっぽいから、ブレイバーンと和解したのか、またスミスに説得されたのか、どっちなんだろうね。イサミがなんか叫んでるとこって、もしかしてルルから破けないスーツがあるという情報を得てテンションが上がった瞬間ってことじゃあるまいな。イサミ、サブタイトルにイサミの名前がないぞ。次回は入れるからな、イサミ。サブタイにイサミの名前がない、何かの伏線か？タイトルからイサミがもう消えた、また裏切られた感がするいい意味で。せっかくタイトルまともなのにやっぱりイサミが気になってしまう。毎回次回予告のタイトルはブレイバーンのイサミが入るのではないかと心配していたけど、まともでよかった。急にタイトルのテイスト変わったなしょう。スワヒリ語で真珠はルル。海辺で見つかった娘にぴったりの名前やね。
ルル、随分風に効きそうな名前だな。みんなが温度差で風邪ひくなんて言うから。この次回タイトルはブレイバーンのセリフなのか、それともスミスか。ここまでいろいろスーツのヒロイン候補はクルルちゃんにほぼ言及なし。だってイサミと拷問おじさんが全部持っていくから。ルルちゃんはエッチだけどなんかかすれてしまうんだよな。免疫まみれの女の子の後に全裸男の体育座りをお出しする視聴者の席に優しいアニメ。第1話も2話もちゃんと父揺れ入ってたのに、お前らブレイバーンとおすっぱいに夢中なんだもん。新手の陰夢。このルルが CV 過ぎたでないことを切に願っている。イサミにはすまないが、スミスをかばって命を落とするル、それを生涯引きずるスミスとかが好きなんだ私は。すまないが、やっと女の子がキャッキャするブレイバーン始まる、とはかけらも思えないバーン。ブレイバーン、かくまったルイスをルルが懐くのは規定路線だろうけど、それに母性を感じてスミスをママ呼びなんてしだしたらもう俺は耐えられない。これも多様性やな。ルルもイサミ同様に CV 長さんに拷問されるかと思うといろんなもん。オリジナルテレビアニメ龍騎爆発バーン、ブレイバーン好評放送中です。ご視聴ありがとうございました。